レーフ・ボーン・ウィリアムズは、イギリスの作曲家。ボーン・ウィリアムズが姓であり、RVW または VW と略される。ラルフは、通常、ラルフと読むが、本人が古風な発音の、レーフにこだわったという経緯から、レーフが用いられる。民謡の採集や教会音楽の研究を通して、独特の作風を確立し、イギリス人による音楽の復興の礎を築いた。 ボーン・ウィリアムズは1872年10月12日、グロスタシャーのダウン・アンプニーに生まれた。父のアーサー・ボーン・ウィリアムズは、この地で聖公会の教区主観者代理者を務めていた。ボーン・ウィリアムズ生は、ウェールズに起源を持つ配分なしの二重姓である。父が1875年に死去すると、ボーン・ウィリアムズは、母のマーガレット・スーザンに連れられて、サリーへ向かった。 母の曾祖,祖父は陶器職人のジョサイア・ウェッジウッドであり、ウェッジウッド家の実家で暮らすために、サリーの継承地にあるレースヒルプレイスに引っ越したので、ある。このことからもわかる通り、ボーン・ウィリアムズは、ジョサイア・ウェッジウッドの夜叉後にあたる。また、ダーウィン家も親戚であり、チャールズ・ダーウィンは、彼の王子である。知的な上位中産の特権階級に生まれながらも、 ボーン・ウィリアムズはそれに甘んじることなく、生涯を通して自らの信念であった民主、平等主義の理想のために活動した。ダーウィン・ウェッジウッド・カルトン家の家系図、ボーン・ウィリアムズとダーウィンやウェッジウッドとの関係が記されている。6歳の時、ボーン・ウィリアムズは、おばのソフィウェッジウッドからピアノと作曲の手ほどきを受けるようになった。7歳になると、 バイオリンの演奏を開始している。彼が14歳の1887年1月、音楽表現を奨励していた当時にあっては、数少ない学校の一つであるチャーターハウス校に通った。チャーターハウスを出ると、次は王立音楽大学においてスタンフォードの訓当を受けている。彼はケンブリッジ大学のトリニティカレッジで歴史学と音楽を専攻し、 大学時代の同年代としては、哲学者のジョージ・エドワード・ムーアや、バートランド・ラッセルを挙げることができる。王立音楽大学に戻ったボーン・ウィリアムズは、パリーの下で作曲を学び、彼とは信仰を築いた。王立音楽大学時代の仲間には、1896年に、共に、ウォルター・パラットからオルガンを学んだ、レオポルド・ストコフスキーがいる。ストコフスキーは後に、 ボーン・ウィリアムズの6つの公共曲を演奏してアメリカの聴衆へ紹介し、1949年にはニューヨーク・フィルハーモニックと彼の公共曲第6番の発録音を実施、また1958年にカーネギー・ホールにおいて公共曲第9番のアメリカ初演を行っている。王立音楽大学時代にボーン・ウィリアムズが作曲家となるにあたって、 重要な影響を与えた友人として、1895年に知り合った学生仲間のホルストがいる。この時以降、二人は互いが作曲中の作品を読み合って建設的な批評を行う演習日を幾度か共に過ごした。ボーム・ウィリアムズは作曲家として遅咲きであり、最初の出版作品である各局、リンデン・レアが世に出た時には彼は30歳になっていた。 彼は作曲の他に、式や講義を持つなどの活動も行っていた。また、音楽の収集、編纂も行っており、パーセルの作品や英国の賛美歌での業績は名高い。すでに1897年に、ベルリンにてブルフの指導を受けていた彼であったが、1907年から1908年にかけての間に、パリで3ヶ月間ラベルに指示したことで、 彼の還元学の扱いは、超速の進歩を遂げた。1904年、ボーン・ミリアムズは、イングランドの各地方に根付いていた民謡やキャロルが、地方での識字率向上や、印刷学府の普及に伴って、高等現象の影が薄くなっているために、急速に失われつつあることを見出した。彼は自ら、田舎を訪ねて歩き、その多くを編曲して保存した。後年、 彼はそういった音楽の美しさや普通の人々の日常の中で培われた名もない歴史に魅了され自作の楽曲に歌曲や旋律の一部を取り入れている。彼の功績によりイングランドの伝統的な民謡や旋律はより高い評価を受けることになった。彼は後に英国民族舞踊民謡協会の会長を務めており、協会はこの分野における彼の早くからの重要な 業績を称いて、彼の名を冠したボーン・ウィリアムズ記念図書館を有している。1905年、ボーン・ウィリアムズはドーキングで新たに開催されることになったレースヒル音楽祭の第一回演奏会を指揮した。彼は1953年までここでの指揮者を務め、ウィリアム・コールに指揮棒を託した。1909年、ボーン・ウィリアムズはケンブリッジ大学でアリストパネスの喜劇。 蜂が上演されるのに合わせて、月季の不随音楽を作曲した。翌年、トマスタリスの主題による、幻想曲と合唱公共曲である、海の公共曲の初演を指揮した、彼は自身にとって初めてとなる、大きな成功を収めた。さらに1914年にジェフリーといの指揮で、ロンドン公共曲が披露されると、彼はさらに大きな成功を手にすることになった。 ドーキングにあるレイフ・ボーン・ウィリアムズの増大一次世界大戦開戦時、ボーン・ウィリアムズは41歳になっていた。彼は兵役を完全に逃れることができたものの、自ら軍部に志願して、王立陸軍医療軍団に義勇兵として入隊した。フランス及びマケドニア前線において、単価卒として悲惨な日々を過ごした後、彼は1917年12月24日に、 王立方兵守備隊の将尉に任命される。彼は、ある時には耐え難い病に苦しみつつ、血を這いながらも任された砲台の指揮を取った。砲火の爆音に長期にわたって晒されたことが、彼が老いると深刻になっていった難聴のきっかけとなった。1918年、陸軍の音楽監督に任ぜられたことにより、彼は音楽活動を再開できるようになった。戦後、 しばらくの間、ボーン・ウィリアムズが取り組んでいたのは、ビオラ独奏と小規模のオーケストラ、歌詞のない合唱のための幾分神秘的な、のの花である。もう一曲は、田園公共曲で、この曲の第二楽章で聴かれる、トランペットのカデンツァは、彼が、義勇兵として、衛星隊にいた頃に、ラッパ主が間違って7度の音程を繰り返し吹いていたのを聞いた記憶をもとに、 公共曲にそれとなく引用したものである。曲は1922年1月26日にロンドンでエイドリアン・ボールトの指揮の下と、上演された。1924年からは彼の音楽は新たな段階に入り、生き生きとしたクロスリズムと鋭い火星が特徴となる。この時期を彩るのは、更新曲風、トッカータ、バレエ、オイタ、コールオー ピアノ競争曲、オラトリオ、聖なる市民、そしてバレエ、呼ぶ、舞踏のための仮面劇である。これは聖書の呼ぶ記によるのではなくウィリアム・ブレイクの呼ぶ記への挿絵が元になったものである。また彼はコスモゴードンラングのカンタベリー大主教への就任式のために都庁長のテ・デウムを作曲している。この時期における彼の音楽は1935年に BBC 公共楽団によって初演された公共曲第4番で頂点を極めた。この公共曲は彼の作風から連想される田園風の還元楽曲とは大きく、趣を意味するにするものである。事実、初演以来その和らげられることのない緊張、ドラマと不協和音が聴衆の度肝を抜いてきている。第4公共曲が変わった曲であることを認めた上で、 ボーン・ウィリアムズはこう述べている。自分自身でも気に入っているかどうかはわからないが、曲は私の意図した通りのものである。2年後、彼は自身唯一の商業音源となる歴史的な録音を、初演の楽団とこの曲を演奏して HMV に残している。この時期に彼はアメリカやイングランドを公演して回り、またバッハが圧勝を指揮している。過去には、 ナイトジョ君を拒んだ彼であったが、1935年にはメリット勲章を受けている。さらに彼はロンドンで私的に音楽を教えており、弟子の中にはアイルランドの作曲家、アイナ・ボイ,イルラがいた。ボーン・ミリアムズは生涯を通してイギリスの有名なピアニストであるハリエット公演と友情を育んだ。彼が彼女に当てた書簡は、 大抵が彼女への数限りない口づけの思い出を語るような内容であり、二人の間の秘められた関係を伺わせる。1931年に初のアメリカツアーに立つ公演に対し、彼はこう書き送っている。君がアメリカ人からあまりにも強く愛されてしまい、帰って来られなくなることを恐れているよ。彼は日頃から彼女の家に通い、しばしば ホームパーティーに出席していた。彼女は賛美歌前奏曲の検定を受け、1930年にこれを初演するとともに、その後演奏旅行の間にヨーロッパ中にこの曲を紹介した。1933年には彼のピアノ競奏曲の初演も行っており、この曲もまた公演に捧げられた。この時期、公演は競争曲の演奏を独占する権利を与えられていた。 公演はヨーロッパ、ソ連、アメリカ中でボーン・ウィリアムズの作品を取り上げ、その普及に一役買ったのであった。彼の音楽は成熟した叙情的な段階へと入り、5つのチューダー調の肖像や音楽へのセレナードといった作品が生み出された。そして1943年のプロムスで作曲者自身が指揮をした公共曲第5番もこの時期の作品である。 ボーン・ウィリアムズはこの時70歳になっており、多くの人がこの曲を彼の白鳥の歌になるものと考えた。しかし、彼は再び作風を一新して、実験的な火星と楽器法を伴う新たな創作期に入っていく。1946年の公共曲第6番は大きな成功を収め、初年度だけで100回も演奏された。この曲は彼を支持するものにも、 批判的なものにも驚きを持って迎えられた。なぜなら多くの人にはこの公共曲が各戦争後の陰惨な情景ではないかと思われたからである。作曲者自身はいつもの通り作品の背景に特定の筋書きが存在することを否定していた。ボーン・ミリアムズは第六公共曲から作曲家のロイ・ダグラスの仕事上で付き合うようになり、これは 彼の生涯にわたって続いた。ダグラスの役割は音楽の助手及び筆記者であった。彼はボーン・ウィリアムズの楽譜の判読可能なャ譜を作成し、その過程では作曲者のしばしば難解な手交譜を解読して未解決の還元落法の問題点を洗い出しては、作曲者に対して様々な改善提案を行った。ボーン・ウィリアムズは彼からの提案をほとんど受け入れていた。 ダグラスは、ボーン・ウィリアムズの音楽家としての技術を知る、最も重要な存命の目撃者と評されていた。ドーキングの教区協会に掲げられたボーン・ウィリアムズの名盤。彼はこの地で1905年に、ベースヒル音楽祭を立ち上げ、生涯にわたって関わり続けた。ボーン・ウィリアムズは1958年にこの世を去るまでに、さらに3つの公共曲を完成している。 7曲目の南極公共曲は1948年の映画南極のスコットへの音楽に基づいており、彼が楽曲法と音響に対して新たな興味を抱いていたことが伺われる。公共曲第8番は1956年の初演で1956年から1957年にかけてより重々しい公共曲第9番が続く。 この最後の公共曲が初演されたのは1958年、作曲者の死のわずか3ヶ月前のことであったが、当初はどっちつかずの評価を得るにとどまった。しかし、現在では、この暗く、謎に満ちた作品が、彼の公共曲の系譜を締めくくるにふさわしい楽曲で、あるとみなされている。また、ボーン・ミリアムズは、多くの器楽曲や、合唱曲を仕上げている。 中バ競争曲、マッシューアーノルドの詩による、オックスフォードヒカ、クリスマス・カンタータのオディエなどである。また、エリザベス女王の戴冠式のために、古い紙編100の節を編曲している。チェロ競争曲、オペラ、トーマス・ザ・ライマー、クリスマス劇、最初のロエルは、彼の死後、未完のまま残されており、筆記者のロイ・ダグラスによって、個室完成された。彼は、 教会音楽に少なからず関わっており、また多くの作品中には宗教的な題材が見出されるにも関かかわらず、彼の二番目の妻は夫を公表していた。無心論者で後になって楽しげな不可知論に転向していった。彼がオペラ、テンドレ規定において主人公の名前を原作者のジョン・バニアンが付けたクリスチャンからピルグリムへと改変したことは注目に値する。彼は バニアンの賛美歌、フーッド・トゥルーバラーシーに対しても、サセックスの伝統的な音楽である、モンクスゲートを当てている。教会に通う者にとって、最も親しみ深い彼の楽曲は、ウィリアム・ウォルシャムハウの、フォー・オール・ザ・セインツに書かれた賛美歌、サイン・ノミネであろう。彼が、中世の賛美歌、ディセンリ、アモール・サントに作曲した楽曲は、自らの記事を称えて、 ダウンアンペイと名付けられた。彼はバークベックカレッジの教員としても働いた。1950年代にボーン・ウィリアムズはエイドリアン・ボールと指揮、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団がデッカレコードに行った公共曲集の録音に際し第9番を除く全作品を監修した。謎めいた第6公共曲の最後のセッションで彼は短いスピーチを行って ボールトとオーケストラのこれ以上なく心のこもった演奏への感謝を述べた。デッカは後の LP 音源にこれを収録している。彼はボールトによる第9公共曲の初録音にも立ち会う予定であったが、録音セッション開始前夜の1958年8月26日にこの世を去った。ボールトは楽団員に対し今回の演奏が 作曲者を追悼するものになるだろうと告知した。これらの演奏と作曲者やボールとのスピーチはすべてデッカから CD 音源として再発売されている。ボーン・ウィリアムズは多くの若い作曲家や指揮者らに指導や講演を行って、また交友関係を築くことでイギリスの音楽の中心人物であった。彼はあらゆる人に対し、 どれだけ簡単なものでも本当に自らで考えたのであれば自分自身の音楽を作ろうとしばしば繰り返していた。そうした考えなどを綴った彼の音楽に関する著書は今もって死さに富むものである。ボーン・ウィリアムズはウェストミンスター寺院に眠っている。ボーン・ウィリアムズは2回の結婚を経験している。最初の結婚相手はアデリン・フィッシャーで1896年のことだった。 アデリーンはルース・フィッシャーでロップのいとこで、ルースは生科学者のロバート・ロップの母であった。ロバートの父はヨーロッパの貧窮した貴族で、息子の高校以降の学費をまかなうことができなかった。そこで、ボーン・ウィリアムズ夫妻が助け舟を出して、ロバートを南ケンジントンにある王立科学大学に通わせ、そこで生物学を専攻したロバートは、博士号を取得した。 ロバートはそのまま研究の道で成功して科学者となり、人の潜在能力に関するよく知られた書物を表した。アデリーンは長年にわたって手足の自由が効かなくなる関節炎に苦しんだ後、1951年に夫に先立った。ボーン・ウィリアムズは1938年から既婚の詩人であるアーシュラ・ウッドと不倫関係にあった。 1942年に夫を亡くしたウッドは、ボーン・ウィリアムズの文学面での助言者、個人的な助手となって、サリーの彼の自宅に移り住んだ。これは明らかにアデリーンの暗黙の了解の下で、行われたことで、ウッドは1951年に、アデリーンが死去するまで解除者として、彼女に尽くした。ウッドは、合唱作品、光の巫女たちの台本を知しており、また、テンドレキ定や、 オディエの台本にも力を貸した。ウッドとボーン・ウィリアムズは1953年に結婚し、ロンドンに移り住んだ。二人は、ボーン・ウィリアムズがこの世を去るまでの5年間、リージェンツ・パーク、ハノバー・テラスの銃で暮らした。1964年、ウッドは、RVW、レーフ・ボーン・ウィリアムズの電気を出版した。彼女は2007年に亡くなるまで、 レーフ・ボーン・ウィリアムズ教会の名誉会長を務めた。イギリスの田園風景を彷彿とさせる牧歌的な作風は広くイギリス国民に愛されている。日本では惑星で知られるホルストに比べて知名度が低いが、欧米ではホルストより高く評価されている。生涯に9つの公共曲を残し、またイングランドの民謡を題材にした作品も多い。ボーン・ウィリアムズの音楽は、 しばしば、ホルスト、ディー・リアス、バター・ワース、ウォルトンらの音楽と同様に、イングランドの特徴を備えていると言われる。ピーター・アクロイドは著作、アルビオン、ザ・オリジンズ・オブ・ザ・イングリッシュ・イマジネーションの中でこう、記している。もしそのイングランドらしさというものが言葉では、完全に言い表せるものだとすれば、その言葉とは次のようなものになるだろう。表向きは、 よくある普通の音楽だが、序章的、戦術的、憂鬱で、教習を誘い、さらに時を超越しているばかりでなく、深淵かつ神秘的でもある。アクロイドは、1911年以前に、ニューグローブ世界音楽大辞典の第二版の編集に関わったことで知られる、音楽評論家のジョン・メートランドの言葉を引用している。メートランドの考えでは、ボーン・ウィリアムズの作風は、 聞いていて、非常に古い音楽なのか、非常に新しい音楽なのかわからなくなるようなものだった。ボーン・ウィリアムズが民謡に魅了されて深い造形を獲得していることは作品からがい知れる。その変容の様は、聴衆を地上にいる状態から天井へと誘い得るものである。同時に彼の音楽はイングランドへの愛国心をわずかながらも垣間見せるが、それは、 古き風景と人がその中で小さくとも完全には無視してしまうことのできない居場所を占めているという感覚から生まれるものである。彼の初期作品は時折1908年のパリで3ヶ月間指導を受けたラベルの影響を見せる。ラベルはボーン・ウィリアムズについて自らの弟子の中で唯一ラベル風の音楽を書かなかった人物だと評した。生涯にわたって シュベリウスを尊敬していたと言われ、第5公共曲はシュベリウスに検定されている。作品については、レーフ・ボーオン・ウィリアムズの楽曲一覧をご覧ください。彼は、ベートーベンと同じく9曲の公共曲を残している。中でも、海の公共曲は大規模なもので、構成的には、カンタータとみなせるようなものである。また、田園公共曲や南極公共曲でも、 声楽を取り入れているが、これには歌詞がなく一つの楽器として扱われている。ボーン・ウィリアムズの楽曲は膨大な録音遺産に恵まれている。初期には各公共曲がヘンリー・ウッド、ジョン・ワルビローリ、エイドリアン・ボールトとレオポルド・ストコフスキーによって録音され、作曲者自身による第4番の録音も行われた。この後、数種類の公共曲全集が生まれることになる。 ストコフスキーが1943年に NBC 公共楽団といった第4番の放送演奏や1964年の BBC プロムスにおける BBC 公共楽団との第8番の公演も CD で発売されている。友人グーセンスは1941年にシンシナティ公共楽団とロンドン公共局の1920年版を RCA Victor へ録音したが、これはこの番による唯一の音源となっている。ボールとは初となる公共曲全集に取り組み、1950年代初頭のデッカへの第1番から第8番までと、1958年のエベレストレコードへの第9番によって、これを完成させた。彼は1967年から1972年に、 かけて EMI へ二度目となる公共曲全集を録音している。他にも公共曲全集の録音ではアンドレ・プレビン、ベルナルト・ハイティンク、ブライデン、トムソン、バーノン・ハンドリー、レナード・スラトキン、リチャード・ヒコックスらが続いている。他にも他国の指揮者らもボーン・ウィリアムズの公共曲録音に取り組んでいる。ディミトリ・ミトロプウロスとレナード・バーンスタインは 共に第4公共曲をニューヨークフィルハーモニック管弦楽団と録音しており、同楽団とはレオポルト・ストコフスキが1949年に第6番の初録音を行っている。第6番は1966年にモーリス・アブラバネルという他公共楽団も録音を残している。パーボ・ベルグルンドも第4番、第6番を録音した。他にも CD 音源は存在し、 第9番のポルトガル初演となった、ペドロデ・フレータス・ブランコと、ポルトガル国立管弦楽団の演奏も、発売されている。同様に、第9番のアメリカ初演となった1958年、カーネギー・ホールにおけるストコフスキーの、ボーン・ウィリアムズ追悼演奏会の様子も、カラレコードより発売されている。ボーン・ウィリアムズ自身による1952年の、公共曲第5番の録音が、 イギリスで近年になって初めて公式にサムレコーディングズよりリリースされた。デイビッド・ウィルコックスは1960年代から1970年代にかけて EMI に多くの合唱作品を録音した。弦楽史重奏曲ではナクソスの録音が賞を獲得し、ハイペリオンレコードやシャンドスと共にこれまで帰り見られなかった楽曲に光を当てている。 そうした楽曲の中には、ブラスバンドのための作品ほとんど上演されない、オペラなどがある。EMI からは、ボーン・ウィリアムズの全作品を、ほぼ網羅し、同曲イエンも含む、CD30 枚組の連歌セットが発売されている。注釈出典。ありがとうございます。